二人のロッテファミリーゲーム、双子の天使、ファミリーゲーム、双子の天使は、1998年のアメリカ合衆国のファミリー映画。監督は、ナンシー・マイヤーズ、出演は、リンジー・ローハン、デニス・クエード、ナターシャ・リチャードソンなど。原作は、エイリッヒ・ケストナーの1949年の、児童文学、二人のロッテで、同原作の1961年の、 実写映画化作品、罠にかかったパパとママのリメイクである。1961年作品同様、舞台はアメリカ合衆国に変えられている。幼少時に両親が離婚し、互いに相手の存在を知らぬまま育った双子が、サマーキャンプで偶然出会って、意気投合し、皆で一緒に暮らせるよう、両親の復縁を試みる。ストーリー展開は、ほぼ同じであるが、舞台が、 映画公開当時に変更され、ほとんどの登場人物の名前が変えられている。また、主人公の双子の年齢が引き下げられ、前作では、双子が育てられた場所がボストンとカリフォルニアだったが、ロンドンとカリフォルニアになっている。前作では、母方の祖母や父の雇う、男性使用人が登場するが今作では登場しない。前作では、父、 ミッチの使用人である男女が双子の手助けをするが今作では母方の執事と父方の家政婦が双子の味方となり二人の恋愛エピソードが描かれている。ハリーがエレベーターに乗るシーンでオリジナル版の主題歌、レッツ、ゲットトゲザーを口ずさむ。ハリーがアニーの耳にピアスの穴を開けるシーンがあるが日本ではそのシーンが削除されている。 双子の父親ニックと財産目当てで結婚しようとするメレディス・ブレイクの母親ビッキーを演じたジョアンナ・バーンズは罠にかかったパパとママでは双子の父親ミッツと財産目当てで結婚しようとするビッキー・ロビンソン役で出演している。またメレディスの電話相手とされるモス・ビー主催は罠にかかったパパとママで双子の父ミッツとビッキーの結婚式を執り行う。 ために招かれ、最終的に双子の両親の再婚の指揮を執り行った牧師である。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、脚本、監督のナンシー・マイヤーズは1961年のオリジナル版の勝利の方程式を採用し、それを感じよく現代風にアレンジしている一方、若きスターであるリンジー・ローハンは、大ブレークした役で光り輝いている。であり、 51件の評論の内高評価は86%に当たる44件で、平均点は10点満点中6.82点となっている。メトクリティックによれば、19件の評論のうち、高評価は13件、賛否混在は6件、低評価はなく、平均点は100点満点中64点となっている。ありがとうございます。